イッチは2022年8月のソウルコンからアメリカやアジア各国でワールドツアー公演を行ってきました。そして2023年2月22日、23日と幕張イベントホールにてイッチのワールドツアーの日本公演が開催されました。後輩の NiziU も応援に駆けつけ、観客席から公演を見ていましたね。日本ツアー終了後にアメリカでのツアーのビハインドが公式 YouTube から公開され、その様子が話題になっています。買い物をしたりする可愛らしい様子もありますが、冒頭からチェリョンが膝を痛め苦痛の表情を浮かべながら、出番ギリギリまでテーピングを巻いたり冷やしたりする姿がありました。また飛行機での長時間移動が重なったり、ライブ中の大音量の音楽が原因で耳鳴りが止まらないと明かすリアの姿も、笑顔で元気いっぱいのステージの裏では怪我や疲労に悩まされていたことがわかります。日本ツアーに参戦したミッチたちは、もちゴリが生歌歌えて踊れるって言ってたけど本当にすごかった、日本語頑張ってくれてて日本人いないのに最高だったと、初めてのイッチの日本公演に感動していました。一生懸命話してくれる日本語が間違ってしまったらもう一回と話したり、日本語と韓国語が混じってしまったり、公演中ずっと積極的に日本語を話してくれたメンバーにファンも感動、全員のソロステージがかっこよすぎて可愛すぎてやばいと多くのファンの心をつかんだイッチ。そしてイッチのファンソング「ミッチ」は2021年3月にリリースされましたが、今回日本公演ではミッチ日本語バージョンを披露してくれました。歌やダンス、舞台の構成の準備だけでなく言語も勉強してくれて、日本のミッチのために最高のプレゼントをしてくれました。さらには日本ファーストアルバムの発売も決定、ライブの最後に最高の告知をしてくれました。ミッチ日本語バージョンと日本ファーストアルバムの発表とスペシャルプレゼントを用意してくれましたね。今後の日本での活動も増えそうで期待が高まりますね。